家族ができました。おめでとう。なんと3人目が。カエルの子はカエルぴょん。せーの、さん、はい、カエルの子はカエルぴょん。カエルパパラピアです。カエルパパラピアです。カエルパパラピアです。チャンネルピールのピルピルピーポンプルピンポンポンパンピンポン。何のチャンネルかわからんと思う。初めて見た方だ。パンピンポン。はい、カエルの子はカエルチャンネルでございますけども、はい、よろしくお願いいたします。はい、ポポラピア。もう終わってできた。はい、てか本日ね、はい、3月9日は、はいはい、パパとママの結婚記念日なんですけども、はい、皆様に大切なご報告がございます。わお。毎年ね、2年前は運命専属になりました。運命専属だったって報告やったね。そうで、1年前は今着てる T シャツがね、この T シャツの、そう、ありサンキューにかけて、そうそう、ありがとうございます、そうね、報告したよね。そう、ということでね、今年はね、はい、タイトル、サムネイルにございます通り、はいはい、この度、はい、カエルの子はカエルチャンネルに、はい、できました。わあ、おめでとう。わあ、わあ、わあ、もう終わり終わり、それじゃない。なんと3人目がおという話じゃないんです。違うんかい。知っとるやろが一番。ではなくて、この子をね、家族として迎え入れました。みたちゃん連れてきてください。わー、来るよ来るよ。ゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくりね。せーの、さん、はい。わー。はい、ということでね、ハリネズミさんを家族の一員としてね、迎え入れました。そうそう。といってもね、実は1ヶ月前から一緒に暮らしてましてね。そうよ。ほんまに。ね、伊藤ちゃん、伊藤ちゃん一番仲いいんだけど。仲いいよ、ほんと。そう、ママのね、誕生日の前日に家族となりましてね。そう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 。みんなね、今。めっちゃ怒っちゃう。ハリネズミさん。うん。なぜね、このタイミングで、発表したかと言いますと、はいはい、みんな聞いてる、はいはい、視聴者さんも今ハリネズミしか見てない可能性はあるやけども、まあハリネズミを飼うということ自体が初めてだったっていうこともあって、うんね、うん、あとハリネズミさん自体もすごく繊細な生き物だから、うん、まあ、飼いましたって言って何が起きるかわかんない状態では、うん、皆様に発表したくないなっていうのもあってね。とりあえず1ヶ月ね。そう、ちゃんと家族として慣れてきてからみんなに発表しようと思って、ね、この1ヶ月間ね、すごくね、仲良く、もう、糸ちゃんとかもめちゃくちゃ一番仲いいんやけど、そうそう、触れ合って触れ合ってね、家族にね、なってきたところでのね、発表となりました。ねえ、見て、この子、かわいい。1ヶ月前ね。じゃあ言うそれ。もう言うわ。言うそれね。写真とかもあると思うんですけど。まあ、初めて来た日の動画はまた別で出すんですけども、うんうんうん、一旦来た初日のハリネズミさんの写真は、こちら、せーの。じゃん。わぁ。めちゃくちゃちっちゃいでしょ。この1ヶ月間で何があったんやと。見てね、本当に。そう、立派に育ってるよ。育ちすぎてるやろ、これ。うん、なあ、ね、こんな大きくなる？本当にもう我が家の今癒しでしかないんやけど、そう、そう、なぜね、今ハリネズミを飼うことになったのって思う人もね、はい、いるかと思うんで、うん、話をしますと、はい、まあ、ママがキングいなくなったりペペいなくなったりで、うん、そう、ペットロスをずーっとペットロスで、うん、もうクーちゃんおるから生き物はいいって言って、うん、ね、言ったけどね、そう、別れが悲しいからいいって言ってたんやけど、うん、そうそう、なんかその
2月の自分の誕生日のタイミングというか、うん、で2月は今年はペペと一緒に誕生日ももう同じ日やったけど過ごせんかったり、うん、2月9日はキングが亡くなった日やったり、うん、でその後エニシ君が生まれたとか、うん、すごく生と死がもう入り混ざった月やったよ。その2月という月がね、嬉しいことも悲しいことも起きて、もう先日ね、さらにおばあちゃんとお別れすることにもなるとも思ってなく、すっごく命に対して考えさせられる月やったんやけども、なんかやっぱそのちょっと前を向こうかなと思うのをくーちゃん通してね、なんか一緒に過ごしてる時間の方が大事だったなっていうのも。そうね、おる時間の、何やろ、楽しい時間の方が、うんうん、あの前に来てほしいなと思って、 そのお別れした後のことよりも、うんうん、楽しい時間の方がそればっかりに目をね、うん、止めて向き合うことをやめてたけども、ちょっと変えてみようかなと思って自分の気持ちを。はいはいはい、ハリネズミさん、うん、教科書であるやん、うん、あのそう、えにし君も今、犬の話の授業を受けてたりするよ。で、これで、ね、腰を置いてね。あのね、腰取ってね、うん、あのさ、眠りようとってさ、うん、おくなってん。うん。気取ってね、うん、まあ、天にね。食べたって言って、うん、あのね、なんでね、タバコを持っとってね、うん、忘れたくないけど。そう、でも、それも、わ、ね、かるわかる。でもさ、うん、あれよ。忘れたくないけど忘れんわけやん。うん、だけどさ、カップもいいやん。そうなんよ、心の中で絶対にね、思い出っていうのは絶対残ってるから、うんうん、ね、うん、それはそれで思い出と取っといて、また新しい思い出をね、うん、ね、この子と一緒にね、ママ歩いていくと決めたと思って、パパに今年の誕生日は、自分の誕生日はあの新しい命を迎え入れたいって言って、ペットをね、でサプライズね、そう、ハリネズミさんをね、探して、ブリーダーさんともいいご縁がたまたまあって、本当感謝でございます、うん、本当に。なんでハリネズミなのって思ったかもしれんけど、うん、何やろな、自分に似てるというか、すっごい、見た、あーって言われてる。臆病なんやけど、ピッてこうね、警戒心強くて、でもなんか自分を守る術も知ってるから、ね、なんか見てるとホッとするというか。はいはい、で、なんかどん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 惹かれてって、次迎え入れるならもうハリネズミしかいないっていう永遠言ってたよね。もうあそこまでなったけどね、うん、俺はもうやけどそれを聞いとって、うん、ほななんとかね、うんうん、うちでも帰るようにしたいなと思って、うんうん、誕生日に間に合うように。そうで、それまでにもね、ハリネズミを買うにあたってめちゃくちゃ調べたりして、ほんとに何やろ、もうすべてご縁やったなと思って。この子が我が家にやってきたのもきっとご縁であって、うん、ご縁やった、ほんとに、うんうん、ということでね、これからくーちゃんもそうやけど、うん、ハリネズミさんも一緒にね、はい、動画にちょいちょい出てくると思うんでね、はい、家族の一員として見守っていただけたら、よろしくお願いいたします。はい、幸いでございます、ね、という報告でした。はいねえ、はい、ということでちょっとこの動画長くなっちゃったんで、名前の発表は後日明日違う動画でね、うん、違う、また別の動画で発表したいと思いますのでね、はい、初の動画をお楽しみに。はい、寝たはい、ということでね、今ね、寝ましたけども、今後もそう、くーちゃんもね、見てみて、くーちゃんも寝とるんだね。はい、ということでね、新しい家族が増えました。カエルチャンネルも応援よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ。はい、ということでカエルのおかかりチャンネルの LINE 公式アカウントができました。皆さんね、概要欄の方からね、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。こちらの QR コードも読み取ってね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら。